あ、こんばんは。こちら。これは最後の1周年記念。ちょっとコミックソングで、あ、ガニさん。頑張ります。すいません。コミックソングで、ちょっと盛り上げてみたいと思いますので、よろしくお願いします。ダニーさんと知れたのはもう17年前、僕もまだ40ちょっと過ぎた頃だったんですけどね、まあ、いつもその頃と同じように自分も若いと思っていたんですけども、今でも若いと思ってるんですけども、タクシーの夜勤の運転手をしている時に、若いお客さんからおじいさんと呼ばれると、やっぱりおじいさんの顔してるのかなと思ってがっかりするんですよね。まだまだ。で、40代ぐらいのお客さんからはお父さんと呼ばれるんですよね。ちょっと若くいたんですけど、あんたが お父さんじゃないと言いたいんですけど、で、僕の同年代とか、あとは僕よりちょっと年上だなという人からは兄さんと呼ばれるんですよ。かなり若くいました。もう一応兄さんと呼ばれると嬉しい響きであるんですけどもね。だけどやっぱり芸術さんって普通に呼ばれた方が一番いいですね。私の歌った場合は。じゃあ最初の歌は憧れの世界という歌です。日本の監督をクビになってしまったハレル・ホジッチ監督、わじわじして記者会見の時に鼻くそホジッチしてたんですけども、その後ですね、アルジェリアの監督に決まったそうです。で、記者団に向かってハレル・ホジッチが言ってました。捨てる神あれば拾う神アルジェリア。最近、安倍総理とロシアのプーチン大統領の会談があったんですけれども、そのプーチン大統領の一方的な平和条約に安倍総理がプッチンと切れたと記者団に言ってました。麻生大臣、自民党の支持率が下がってますよ。麻生。僕は憧れる海の男、船長になりたいな。船長、汽笛を鳴らしても逃げないあのクジラは何ていうクジラですかね。あれ、ミンクジラ屋さん。師匠、夜間を作りたいんですけど、どの夜間を手本にしたらいいですかね。自分の夜間を手本にしたらいいさ。僕は憧れるお笑いの世界、芸人になりたいな。僕が芸人に向いてるかどうか、今からとっておきのギャグを言いますので、もし慣れると思ったら拍手お願いします。運命体、この手道おいしいですかね。運命。夢を叶えて愉快に楽しく暮らそうかな。憧れの世界という歌でした。
まあ、タクシーを流しているとですね、国際通りを流していると、いろんなお客さんが乗るんですけども、ある日、出張できたという、30代の女性が乗りましてですね、で、ホテルに着いたときに、その女の人は細かいお金を持ってなくて、僕に1万円ずつ渡したんですよね。で、僕がお釣りがないよと言ったら、じゃあ、明後日までいるから、明日、電話して来てくださいねって言って、僕に名刺をあげたんですけども、あれから3年、また電話してね。何タクシードライバー、狩本拓夫郎の悩み。毎日、今日も一日が過ぎてゆく。虚しい一日が過ぎてゆく。一生タクシーの運転手で人生終わるのかと。運転しながら悩んでいるのは狩俣達夫。ついてない日だな。あ、かわいい若い女の子が手を挙げてるぞ。お客さんかな。はい、どうぞ。え、道路横断するために手を挙げた。紛らわしいな。大人は手でとっとと手なんか挙げずにとっととわからない。紛らわしい。かわいいと思って損した。今度はどうかな。ここでおっさん見てあげてるけど、あ、間違いなくお客さんだ。よし、やった。はい、どうぞ、どちらまで行きますか。あんた、万が一、はい、わかりました。え、待って、万が一や、はい、反対側って言ったんで、油断したんですけど、ミンクジラや、反対側はらん、反対側、いや、反対側わからんばい。あ、反対側ですか。どうもすいません。あたびちゃごや、とみぐさにもう気にしとったらや、わたぶとんしんきらや、あかかかかか。先は大きく口を開けて一部一部はっきりと言いなさいと言いたかった。今夜も流します、舞いじます、なこがい乗せたお客さんはめっちゃ酔っ払ったおじい。運転手の態度が悪いとおじいにクレームつけられているのは狩俣達夫。なんかしょんべんしながら手を挙げてるおじいでもな、なんかバッチリから知らんぼりしよう。あ、信号が変わったってしまったな。何や、なんかチャックも閉めないで追いかけてこっちに近いとこだな。早く信号変わらんかな。あいやな、追いつかれてしまった。え、どんどん、あきれ、はい、何ですか。何ですかじゃないよ、お客に決まってるだろうが。いや、なんか返事そうたれや。いや、おしっこしてるんで客じゃないと思ったんですけど、手振ってただろうが。あ、そうなんですか。また手についたおしっこを切ってるかと思いました。いや、なんくらばやや、運転手村や。はい、どうぞ。どちらまで行きますか。和歌山に。どちらの方ですかね。まっとばっかせ。この信号、まっすぐ行きますか。どうしますか。いい、まっすぐ。まだまだまっすぐ行くんですかね。じゃあ、まっすぐかせや。はい、お客さん、呼ばれてくださいね。まっすぐ行くけど、いいですか。うん。こんなところでまでついてしまったけど、奥さんとまずいだろうな。お客さん、お客さん、ぬが、名護についてるんですけど。名護？名護の島ごんはね、名護かうんばが。はい、前島からタクシー乗ってまっすぐまっすぐして名護に来てるんですよね。わね、見るんちょり。いや、本当のことなんですけど。本当のことを、ぬぐや奥さんだろ。やんにんてるて。狩俣達夫は亡くまでのタクシー賃金。
自腹を切らされて悲惨な目に遭いました。ここで止めてと言ったとにタクシー賃が上がってもニコニコしながらタクシー賃を払ってほしいのに、今上がった分は絶対に払わないと、運転しながらお客さんに強口されているのは足りなかったぞ。運転手さん近くだけでいいですかね。はい、どうぞ。まっすぐ行ってくださいね。はい、道何ですか。え、何で僕の名前知ってるの。あんた僕の先輩ね。いや、あの名前聞いたんじゃなくて、大きな道のまま道なりでいいんですかって言ったんですけど、あ、そまた僕の名前を呼びしてるから親戚か先輩かと思ったさ。うん、そのまま道の通り、大きい通り、まっすぐで行ってくれ。はい、どれで飛びますか。うん、もうすぐ着くからゆっくり歩かして。はい、はい、ここで止めて、はい、けガチャ。あくさみよ、メーターが上がらんちにここで止めていったら言ったのに、わざわざ10メーターなくさにメーター開けたらや、そこじゃないや。いや、そうじゃないですよ。メーターが上がるのは運転手もわからないし、車は急に止まらないんですよ。やだ、あたびちゃごやや、わざわざ10メーターなくさに7人がもうけらもうけるじゃやや、くっくーがちちょみ。たった70円は上がっただけで、はぎしまいしてるお前の奥さん、夫婦がついてること言いたかった。釣りはいらないよというお客さんばかりが乗ってほしいと、運転しながら思っているのは、カリマタカツオ。もし僕のタクシーで乗り合わせたときは10円の釣りは取らないようにお願いします。冗談です。